私たちの中には自分を価値のある存在として認めてもらいたいという欲求があります。自分を価値のある存在として認めてもらいたいとは、自分の考え方や感じ方を重要視してもらいたいということです。自分の考え方を聞いてもらうことで、自分は価値のある存在だから自分の話を聞いてもらえるんだと心が満たされます。自分の感じ方を素直に伝えたとき、そう感じるんだねと受け入れてもらうことで、自分は価値のある存在だから自分の感じ方も大切にされているんだと気持ちが満たされます。私たちは認めてもらうために仕事を頑張ったり、人を助けたり、人間関係を大事にしたりします。認めてもらいたいという思いは強力なので、気をつけていないとその欲求に振り回されることがあります。自分の中には認められたいという強力な欲求があると気づいていないと、自分を満たすことができず、常に強い不足感を抱き、イライラすることが多くなります。例えば、同僚が自分より先に出世したとき、私の方が実績を出しているのに、なんであの人が先に出世するんだよ、と怒りを感じたとします。このような怒りが発生するのは、私だって認められたいという思いがあるからです。認められたいという欲求を満たすためには、認められるための努力をコツコツと積み重ねるしかありません。しかし、自分の中にそのような欲求があることに気づいていないと、自分を満たすための行動を起こすことができません。そのような人は常に不足感を抱いているけど、不足感を埋めるための行動を起こすことができません。そのような人は自分は認められていないというイライラを他人を攻撃することで解消しようとすることがあります。自分より先に出世した同僚のことをネチネチと批判することに忙しくなり、自分が認められるための行動を起こすことを忘れてしまいます。そのような人はあれこれと理由を並び立て、あいつが俺より先に出世するのはおかしいということの正しさを主張します。しかし、そのようなネチネチとした説明をするたびに、周りからは醜い嫉妬をしている、ああいう人間にはなりたくないと思われるようになります。私だって認められたいのにと嫉妬を感じるのは醜いことではありません。しかし、嫉妬している自分を受け入れることができないと、醜いことをするようになります。認められたいという欲求があるというのは、認められていないという不足感があるということです。私たちには欲求があるから、生きるための行動を起こすことができます。私たちには不足感があるから、不足感を埋めるための行動を起こすことができます。認められたいという欲求が生きるための原動力になっているのだから、認められていないという不足感を抱くのは恥ずかしいことではありません。誰かが認められているのを見たとき、自分は認められていないという不足感が刺激されてしまうのは当然のことです。自分は認められていないと心が揺れたときは、素直にその気持ちを受け入れることが大切です。悔しいでもいいし、羨ましいでもいいし、嫉妬するわでも何でもいいので、不足感を強く感じている自分を認めることが大事です。私は〇〇さんが認められたのを知ったとき、自分は認められていないと強く心が揺さぶられましたと受け入れることで、自分が認められるための行動を起こすことができるようになります。自分の素直な気持ちを否定することで、自分の心を満たすための適切な行動を取ることができなくなります。私は嫉妬するような人間ではありませんからと言いながら、陰でこそこそと悪口を言うようになります。本当は相手の足を引っ張りたいだけなのに、あの人に実力がないのは事実ですから、私は正しいことを言っているだけなので、これは悪口ではありませんと、自分に対しても他人に対しても嘘をつき続け、満たされない状態を長引かせることになります。なんであいつだけが認められるんだ、あの人ばっかり認められてずるいと思っている自分に気づいたときは、お、承認欲求が出てきたぜと冷静に自分を分析してほしいと思います。
自分も認められたいと思うのは恥ずかしいことではないので、自分の素直な気持ちを受け入れてあげましょう。認められたいという思いに振り回されないためには、自分が認める存在になることです。親ならこうするべきだ、上司ならこうするべきだ、年上ならこうするべきだ、なのになんでそうしてくれないんだと怒りを感じるのは、自分を認める存在が他人に設定されているからです。自分を認めるのは自分自身と決めていれば、いつでもどんな状況に置かれても、自分で自分を認めて自分を満たすことができます。他人からどう思われても、自分は価値のある存在だから大丈夫だよと語りかけ、自分を満たしてあげることができます。ということで、人から認められたいという欲求を満たすためには、他人から認められるだけではなく、自分で自分を認めるという方法もあるということを忘れないようにしていきましょう。